通り過ぎじゃない？え、これ無限脇かな？ここ巣なの？あ、擬態してるってそういうこと？透明になってるとかじゃなくて、カメレオン的なやつだ。透明の虫がいるのは別のバイオシリーズのやつか。ごっちゃになっちゃってるよ。早く鍵開けて。クリアするよ。はいてへんやん。アシュリーパートこれで終わりかな。とりあえず次のチャプター進んでいきたいと思います。それでアンバーはどうなった？悪いわね、まだよ。でも協力者が城を混乱させてるところよ。計画に変更はないわ。飼い犬は入念にしつけておけ。過信するな。彼は優秀よ、安心して。いいだろう、好きにしろ。手を噛まれないよう注意することだ。連れて行かれたみたい。子守も大変ね。おい、エイダ、エイダ。最高だ。相変わらずだな。エイダさんから連絡が来た。嬉しい。そしてウェスカー、声だけですが明らかにウェスカーでしたね。エイダと通信してたので、いろいろアシュリーが取りこぼしてきたものを回収しに行くのは今なのかな。あ、アシュリーさんが拾ったやつここに落としてってる。お、新たな依頼が来てますね。特殊な変異を起こした騎士。一体倒せばいいってこと？なんだろうな。いやー、レオンだと怖さが全然違うな。あとネズミもどっかで見たよね。いるいるいる。え、ネズミの駆除の依頼がまだ終わってないんですよ。痛い。ネズミ動くな。遊んでんじゃないんだよ、こっちとら。よし、依頼達成。ワシュリンさんの時はうようよいたんだけどな。敵がいなくなってる。お、この先行けそう？行けるんかな？あ、これさっきの依頼の残忍な騎士ってやつ、こいつを倒したらスピネルもらえるって感じかな。アイテムアイテム。これも。よし。うわ、あいつと戦うんか。めちゃくちゃお出迎えしてくれてるじゃん。うう、なるほど、騎士様ご一行。一体じゃないじゃん。全然当たらない。めっちゃ動き早いやん、他の鎧のやつと比べて。あー、どうしよう。これは当たらないね。騎士様ご一行だよ、マジ。ああ、動き早い。黄金騎士、これはショットガンでやっつけるしかないか。
これ聞いてる？一体でも減らそう。いいの入ったろ。よし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 。一体少なくなった。おお、黄金騎士よ。やばいやばいやばい。黄金騎士の動きが速すぎる。回復回復。シルバーたちと比べての動きの速さが。こいつだけ。パリーをもっと使っていこう。全然パリーできてないんよ。ああ、しくじった。あ、いけたいけた。え、いけてないんよね。ダメだ、エイムが定まらなすぎる。ショットガンでいくか。え、ショットガンでも弾かれてない。よし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 、当たりやすくなったぞ。なんとかやっつけた。え、え、いけないの？そうでしょ？え、え、もしかしてアシュリーさんじゃないといけなかった感じ？どいてよ。だとしたら取り逃して。え、もう取れんのかな。手を伸ばせばいけそうな気がするのにな。どう頑張っても無理よね、この人たち動かすの。無理ですか？あなたたちちょっと動いてもらえませんか？邪魔です。無理か。こっち側もアシュリーさん取れなかったものあったもんね。場所がわかんない。上だっけ？上なんだっけ？上か。え、あ、これだこれだこれだ。こう。よし。何？ライフル？お、パンパンになってきちゃったよ。アサルトライフルの弾は売ったんだけどな。どいてどいて。あ、ここもあるじゃん。これもお宝。こうかな。この鍵めっちゃ使い回したね。お、猫の銅像、これもお高く売れるんじゃないでしょうか。ここにもあるぞ、キミック。え、あ、これか。え、わ、これもアシュリーさんの鍵だったんじゃないの。アシュリーさんの鍵は、アシュリーさん鍵を落としてってくれなかったよね。お宝を落としてってくれたけど、アシュリーさん鍵は落としてくれてってないのよ。もしかしてアシュリーと合流した後にもう一回回収に来れるシステムかな。そう信じたい。もう一生
手に入れられなかったらどうしよう。さっきのアシュリーパートでしか来れないパターンだったらちょっとショックだな。アイテム回収したので先進みたいと思います。なんか虫いたなぁ。検索でも確か虫いたよね。化け物どもめ。化け物どもめ。え？どうやって進む？え？え？他に進めるところなくない？開かないんですよ。ここ飛び越えるとかできるんだ。できるんじゃん。当たってないよさっきから。うろちょろしないで。狙いにくいから。手榴弾。お、いいものがあるじゃないですか。他にはないですか。ん？時計塔？見てるだけ。なんだろう。下に行くのか。もうもう。もう、うろちょろしないでよ。痛い。駆除なんて聞いてないぞ。害虫駆除。ちょっと圧迫してきてるな。アサルトライフル売りたい。虫は降りてきてくれれば倒しやすいかも。空に飛んでられると結構エイムが定まらないので。どこにいた？めっちゃいるんだけど。いますけど、いい加減にしてくださいよ。どんだけ湧いてくるんですか。え、これ無限湧きかな。ここ巣なの。
にしてくれ。お願いだからいい加減にして。ここマジでずっと出てくるパターン。もうバリーが全然できない。ここめっちゃお宝というかアイテムがいっぱいある。あー、やっぱりここ巣なの。はい、壊れちゃった。こっちが進む方向？あ、擬態してるってそういうこと？透明になってるとかじゃなくてカメレオン的なやつだ。同調されてるんだ。ここは行けなくなってるのか。なるほど、通じてるのか。通じてたんだ、さっきの鍵かかってたところと。まだいる。わあ、どんだけ出てくるの。めっちゃ進むところある。これの上行けるんだけど、これやっぱり無限枠かな。急いで早くアイテム見つけて回らないと弾がもったいないかも。全部相手にしてられない。わあ、ナイフがどんどんなくなっちゃう。急いでお宝回収しよう。嫌だな、この虫のアイテム。売れるとしても。あとお宝回収してないのここかな。お宝？あ、これはわからないよ。よし、でどこに進むんだい。わあ、まだいる。巣なんだろうな、ここ。これも期待されてるね。透明の虫がいるのは別のバイオシリーズのやつか。ごっちゃになっちゃってるよ。なんだこれ。あ、なるほど、開いた開いた。いや待って、一個しか開いてない。他にあるんだ。やっとパリーが久しぶりに使えたよ。めっちゃ久しぶりに使った気がする。パリー、あれパリーを使おうとしたら死にそうになってる。見てないな、パリー。あれ、この先はしごなんてあったかな。あ、これだ、ドクロン忘れてた。あれ、ここ行かなかったっけ。行ってないか。危ないな。パリーやってたんだよ。あー、アーマーが。よし、これで開いたんじゃないか。オッケーオッケー、進める。
相手だ。下行こう。お、ああミスターケネル、主を守れる騎士、君にはもうおてんばな娘ですね。正直なところ随分と手を焼かされました。サラザールの声が下に降りるの。今のところ進む先ここしかないよ。羽橋を下ろさないとな。そうだよね、そうだよね、さすがにそうだよね。こういうことか。びっくりして降りるんかと思った。あ、なんかもう一個、もう一個降ろさなきゃいけないんだな。これか。カプコンさんはちゃんとこの黄色のマークを見やすく作ってくれてるね。ここにヒントがあるよっていう風に。やだー、めちゃくちゃいるじゃん。強いんだよー。